ほう、なぜそう言えるのか。理由なんかいらない。カノン君はカノン君だよ。うん、本当の名前は別にあるけれど、それでも名前はカグじゃない。カノン君にはカノン君の生き方がある。それはとても高潔なもので、自らが決めるもの。カグだから意見しちゃいけないとか、カグだから自分の人生を持っちゃいけないとか、そんなのないよ。お嬢様、あいつを挑発してはいけません。うん、はっきり言っておくせ、カノン君はカグじゃない、人間だよ。どうして？カノン君は自分の意志で私を助けに駆けつけてくれた。そして恐ろしい魔女であるあんたの前に立ちはだかってくれた。私を見捨てることなんていくらでもできただろうに、そうしなかった。自己犠牲は人間だけが持つ高潔な精神だ。だからカノン君は人間なんだ。だから訂正しろ。カノン君を核だなんて呼ぶな、二度と。お嬢様語るな人間が。とっとと終わらせよう。何しろまだまだ第二の番。互いの尊厳を認め合う、寄り添いし二人を今こそ生贄に捧げよ。さあさあおいでなさい。罪を許しなさい。煉獄の七杭が一つ、色欲。色欲のアスモデウス、ここに。茶番は飽きた。第二の番を速やかに遂行せよ。わらわに瞬きを三つも許すな。仰せのままに。また妙なのが出やがったぜ。素敵な獲物に恵まれるなんて、なんて幸運なのかしら。怯えてる？かわいい。来い、魔女のカグ、お前には殺されない。私の姿を追うこともできないノロマのくせに、意気がって。行くわよ。ねえねえ、どこがいい？どこを貫いてほしい？お答えなさいよ、かわいい子。あなたの好きなところを思い切り貫いてあげる。さあさあお答えなさいよ、かわいい子。僕をかわいいと言うな。行くわよノルマ。さあ追ってごらん、その節穴で。目ではおいの手たせま、見やがれ。どうしたカノン、ジェシカお嬢様はお前より先には殺されなかったんじゃないのか。そうそう、それそれ、その顔よ。お前のその顔が見たかった。
ゃ実に十分。もうよい、死ね死ね笑わせろ。さあさあおいでなさい、罪を許しなさい。煉獄の七杭が一つ、フンド。フンドの去ったここに。その獲物はお前のものだ。今すぐ食らって、こやつの舞台に幕を下ろしてやれ。人ならば交番とも言おうが、家具のお前の場合は大道具係が舞台裏に運び出すといったところか。僕はもう家具じゃない。そしてそれを二度と疑わない。なーに？あんたまた私に殺されちゃうの？あんたの胸、温かくて本当に貫くと気持ちがいいのよ。さあまた味合わせて。あなたの温かい胸の中で熱い熱い血潮で私を思いっきり気持ちよくして。守りきれなかった。気にしないで、かっこよかったよ。かのくまさんも家具じゃないよ。はい、それに気づくのが遅すぎた。君の本当の浮気期間が、僕の本当の名前は、僕は人間に笑わせるな、カグが。百年を経ようと、カグはカグよ。捨てるときに家具のために墓穴を掘るバカがどこにいる。家具は叩き割って薪にして、後には灰しか残らぬわ。そういうことよ。家具に刻める墓碑などない。貴様は死ねばこれ以上の屈辱を受けることがないと信じてるようだが、それは甘いぞ。死者を恥ずかしめるというのがどういうものか、わらわが教えてやろうぞ。